大丈夫？入れる？怖いよ。え？怖いから入れない。ちょっと中に入ろうと思ったんだけど、鍵が開かねえんだよね。どうも古民家チャンネルの村長です。今回はなんと怪奇現象総集編ということでお送りしていきたいと思います。1868年地区のゴミ屋敷、こちらの掃除して古民家に至るまでの映像をご覧になりたい方はこちらの過去動画をご覧ください。さて時は戻り2021年12月、こちら玄関の右上に防犯カメラを取り付けました。そしたらですね、まず最初に映ったのがこちら。今見えました？もう一回流しますよ。こちらです。この謎の浮遊物が映ってしまったのです。この浮遊物を見つけてからですね、私は何か起きないかなと毎日毎日防犯カメラ映像をチェックしていました。そしたらこちらのような動物がですね、かなり映り込みました。猫、鹿、イノシシ、狐なのかな、ちょっとわかんないけど、まあそのような動物がたくさん映るようになりました。そして22年の4月、ついに出ましたよ、鹿と映る大量の浮遊物。もはや浮遊物というか、こうブワーッという、なんていうんですかこれ、吹雪みたいな感じですよね。こんなの見たことあります？全くないですよね。なんかもう私は最初見つけた時はかなりびっくりしました。なんだこれはって考えても、まあわからないじゃないですか。なので防犯カメラを追加しました。室内と裏庭、まあ合計3箇所になりましたね。その3箇所をつけて、監視していくことにしました。そうしましたら室内はほとんど映らなかったです。ですけどたまにこんな感じでふわーっというのが浮かんだりしましたね。ですけど裏庭がですね、防犯カメラを設置した初日、かなりやばいぐらい吹雪いてました。裏庭が吹雪いてる時は、玄関ですか、その逆側の防犯カメラにはほとんど映らないんですよ。それが不思議でした。毎回そうなんです。後ろが吹雪いてる時は前は大したことない。っていうか怖くないですかこれ、自分の家でこんなになってたら嫌ですよね。まあでもこの謎を解き明かしたいということでですね、2022年の11月、丸1日吹雪いてる時がありましたので、その翌日泊まることにしたんですよ。一人じゃ怖いんで友達連れてですけど、謎を解明してやるということでね、泊まったんですけれども、その日はもう夕方から全くこの症状は起こらず、結局夜まで全く症状が出ず、ただ酒飲んで寝ちゃったっていうね、満喫して終わるっていう感じで終わってしまいました。不思議なことにこの泊まった日から年末まで全然症状が出なかったんですよね。多少家の中でふわふわというなんか浮く時はあったんですけれども、外がブワーッという吹雪ことはありませんでした。2022年は、まあ、そんな感じで泊まってから全然症状が出なかったんですけれども、その年明けて23年の1月29日ですね、ついにふわ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 また飛びまして、ちょうどその時ね近くにいたので現地に突入したんですよ。そしてどうなってるか分かったんですよね。その楽しみな映像は後に紹介します。その前にこの家で起こった不思議な現象ってのが他にも何個ありまして、それをちょっと先に紹介させていただきたいと思います。ドドン、アップルウォッチがいきなり喋り出す。これはですね、土間にあるなんか穴があるんですけど、まあ過去の動画でも何回か紹介してるんですけども、そこの穴の蓋を塗装しようと思ったんですよね。柿渋で塗装して綺麗にしようと思って蓋開けて、なんかちょっと奥の方に入ってみたんですよ。
そしたらいきなりアップルウォッチが10時45分ですみたいな感じでいきなり喋り出して、うっ、なんだこれってなってビビって一回外に出たんですよ。それでなんかアップルウォッチ喋るみたいなので結構検索したら、どうやら文字盤の上に2本指を置くと時刻が読み上げられるというふうに書いてあったんですね。でその時刻読み上げがですね、やっぱりオンにはなっていたんですけれども、過去に一度もそんな風になったことないんですよ。で周りにアップルウォッチ持ってる友達も何人かいましたので、みんなに聞いたんですけど、いやそんな読み上げたことないと。でちょっと見させてもらったら、やっぱりオンにはなってるんですよね、読み上げオンみたいな感じで。だけど普段こんななんないものいきなりなるってね、かなりビビって逃げ出したのを覚えてますね。はい、じゃあ次行きます。ドドン。誰もいないのにノックされる。いやもうこれはマジビビりましたね。前回のあの古民家の維持費についてっていう動画の時に紹介させていただいたんですけれども、いきなりコンコントントンとかノックされたような気がして、外を見たけど誰もいなかったっていうね、もうかなりビビりました。これはもう何も調べようがないんで、ただビビったっていうことで終わってしまったんですけども、その後もねこの音系結構ビビるものがありまして、いきなり夕方というか夜になるちょっと前くらいかな、いきなり薪ストーブが煙突がガタガタと揺れるというね。でかなりもうビビって、もう泣きそうになりながら上の階を点検したんですけども、誰もいないっていうね、もう怖えと思ってびっくりしました。はい、じゃあ次いきます。ドドン。2階の嫌な部屋に息子を連れて行ったらめちゃめちゃ息子が嫌がる。これね、これもね前回の古民家の維持費の動画で紹介させていただいてるんですけども、この家の2階にですねなんかある部屋があるんですけども、そこちょっと僕すごい嫌な感じがして入ったことないんですよ。でね、誰かいる時にちょっと一緒に調査しようと思ってね、一緒に連れてきていた息子です。私ね3児の父なんですよね。男女男の3児で、一番下のね6歳児を連れて行ったんですよ。でちょっと一緒に入ってみないみたいな感じでね誘ってみたら、もうこんな感じでめちゃめちゃ嫌がりました。ちょっと冒頭でも紹介したんですけども、ちょっと見てもらった方が早いと思うんで、ちょっと見てみてください。どうぞ。大丈夫？入れる？怖いよ。え？怖い、入れない。はい、まあこんな感じでめちゃめちゃ拒絶されるっていうね、もう子供ってなんかそういうの敏感だとか言うじゃないですか。もうマジで怖くてもう入れねえと思いましたね。まあ大人がいる時に今度調査したいなと思います。そんじゃ次いきますよ。ドドン。玄関の鍵が全く閉まらなくなる。これですね、全く閉まんなかったんですよ。その時ね動画撮ってなかったんですが、防犯カメラに映っていましたのでちょっと見てみてください。こんな感じですね。いや一生懸命閉めてるんですけど全く閉まんないですよ。まあたまたまかもしれないですけどね、これね。でもこんなに閉まんなかったことないんで、多分閉まんなかった時間は多分1分ぐらいだと思うんですけど、もう夜になって怖くなっちゃってたんで体感10分ぐらい閉まんなかったですね。まだ閉まんねえのかみたいな感じで、もうちょっと怖かったですね。まあですけど、まあ無事に閉まって車に戻ってさあ帰ろうかなと思ったところで、一応防犯カメラの映像をチェックしたら、今日の言ってたその例の怪奇現象が出てきたんですよね。で
もうこれ今しかねえじゃん、これ突っ込むのと思って怪奇現象の現場に突っ込んでいくことになったのです。いや、つながりましたよ、ここに。それでですね、まあ庭をこうぐるーっと歩いてって玄関ドアを開けて、まあ家の中に入ったりとかね、いろいろちょっと調べていくんですけれども、そん時もね、ドアが開かないんすよ。めちゃくちゃビビりましたね。まあ結局開くんですけど、まあビビったということですね。まあこんな感じでちょっと驚いた現象も紹介させていただきました。それでは次ですね、待ちに待った怪奇現象の現場に突っ込んでいくところを、これからご紹介していきたいと思います。それじゃあ現場の村長さんにつないでいきたいと思います。それじゃあ村長さん、どうぞ。いつもの怪奇現象の映像が上がってきたので、ちょっと急遽乗り込みに来ました。怖い、すっげえ怖い。どうだ、どうだろう。怖え。症状は映像だと出てるけど、何にもないね。霧も出てないし、虫でもない。何にもねえな。謎だな。はい、ちょっと原因わかんないっす。バーって出てる時に今来たんですけど、ホコリも待ってないし、虫もいないし、霧もありません。ちょっとわかんないっすね、原因が。全然見た感じなんともない。いつも通り。そうで、今ちょっと急遽家の中がふわふわ飛んでる現象があったので、ちょっと中に入ろうと思ったんだけど、鍵が開かねえんだよね。あ、開いた。めっちゃ怖い。じゃあちょっと入ってきます。今さっき外ビュン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 飛んでました。ちょっと見てみよう。もしホコリだとしたら、ホコリが待ってるわけでしょ。ホコリなんか飛んでないよ。虫もいない。ん？何にもないっす。ないよ。ないもん。ホコリなんか飛んでない。ちょっと回ってみるから。いや、ないよ。何にも。ホコリなんかも飛んでない。ちょっと登ってみるか。いやだな。もう最悪だ。一人で行くの最悪。ないよ。何も飛んでない。埃も待ってない。うん、異常なし。何も飛んでない。埃も待ってない。うん、異常なし。異常ないけど、何かがビュン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 飛んでます。ちょっと分かんないっす。なんだろうね。別に嫌な雰囲気もしないし、はあ、ちょっともうなんか声から持ってます。ここにも待ってない。うん、異常なし。異常ないけど、何かがビュン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 飛んでます。ちょっとわかんない。なんだろうね。別に嫌な雰囲気もしないし、はあ、ちょっともうなんか声から持ってます。
ちょっと裏庭も見てみましょうか。そしたらよし、ちょっと行ってみますね。お待ちください。ちょっと裏庭も見てみましょうか。はい、すいません。ちょっと裏庭は今さっき見たら飛んでなかったですけど、まあ一応念のためどうだか見てくっか。いやー、こう山の夜とかマジ怖え。一人で来るもんじゃねえこれ、マジ怖え。怖え怖え、やべえ。今ね、このスマホの明かりで当てて、GoPro で撮ってます。いや、ないね、なんもないよ。ここ防犯カメラだろ、ここ防犯カメラ。うん、なんもないよ。霧も出てないし、虫もいない。何もないよ。霧も出てないし、虫もいない。突っ込んでみましたけど、結局原因分かりません。虫でも霧でも、虫でもないし霧でもないし、あとなんだっけ、もう頭回んねえや。虫でも霧でもないと、はい、あともうオーブ、もう心霊現象か、もう分かんねえや。とにかく怖えからもう帰る。とりあえず何にも映ってなかったっす。赤外線カメラでバーッとなってても、ホコリもないし、霧もないし、虫もないってことでした。ありがとうございました。ちょっとこれで終わります。バイバイ。はい、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。面白いと思った方は高評価、コメントなどいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。